はいどうも皆さんこんにちは、ゆうきでございます。ということでですね、本日が12月の21日月曜日、週明け、時間がですね15時25分というところで今日の動画を撮影しております。今年も残すところあと10日でございますが、今日もですね皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひね最後までお付き合いください。ということでですね、僕のチャンネルでは365日休まず仮想通貨のチャートを追い続けてきた僕の、チャート分析をメインですね、その時に気になったリアルタイムな仮想通貨のニュースを楽しくお送りするチャンネルとなっておりますので、ぜひね、仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、 FX に興味があるとかっていう方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、日々ね動画をご覧いただくことで皆さんのね投資にお役立ていただけるような情報を配信しておりますので、ぜひねチェックの方よろしくお願いいたします。ということでですね、今日も、スタートしていきますが、ちょっとね告知がね3件もあったらね煩わしいんですが、3件もうさらっと流そうかなと思います。まずねバイビットの、トレードバトル今開催中です。12月の22日明日の19時まで参加できます。で参加はね 0.01 ビットコイン入庫するだけで可能な、誰でも、参加することができますので、下記のね、動画の概要欄見てもらって、口座開設する 0.01 ビットコインを入庫する、大会参加用の URL をタッチして、大会参加ボタンを押すっていうね、この3ステップで誰でも参加できますのでね、まだ、参加されていない方はぜひね参加してみてはいかがでしょうかというのが1件目で、2件目がちょっとね多くて申し訳ない、 FXGGT さん、新しくね、提携させていただくことになりました。こちらがですね、タイアップキャンペーンとしまして、120% ボーナスバックキャンペーンというのを作ってもらいました。で、3万4000円の入金で、4万円のね、上限のクレジットをもらえることができますので、こちらもね、ぜひやってみたい方は、こちらね、僕の動画の概要欄から、FXGT さんの、リンクをタッチしてもらって、口座開設してみてください。そうするとね、120% のボーナスをもらう権利がございます。入金したらボーナスをもらいますので、そちらまでね、しっかりと注意事項とかを読んで、ゲットしてください。はい。あともう一個はね、先週の土曜日の動画で言ってましたけども、ライブ配信ですね。ライブ配信23日、12月の23日、クリスマスイブイブライブ配信ですが、結局ね、アンケート取った結果、22時の方が多かったですね。21時の人が3個か4個ぐらいコメント、確か。で、22時がいいよって書いてくれた人が7件ぐらいかな。7件ぐらいコメントがあったので、22時からスタートにしようかなと思います。はい。なので、12月の23日の22時から、ライブ配信を開始しますので、ぜひね、皆さん、予定を開けておいてもらって、遊びに来てください。で、僕のライブ配信は先に、言っておきますが、トレードの話もしますけど、あくまで皆さんの、チャットのコメントに対しての返答、していきますので、皆さんとの触れ合いの場として僕はライブ配信を使わせてもらってますので、なんていうかな、もうなんか真面目にこう、仮想通貨の話、せえへんのんかいみたいなだけのツッコミをする人は来ないでください。はい。みんなで楽しくワイワイ、クリスマスイブイブを過ごせたらなと思っておりますので、そちらはね、週中になりますが、ちょっとでもこう、くずっと人笑いでもね、しようかなと思っている方は、遊びに来てもらえると楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい。ではね、本題に入っていくんですけれども、まず一つ目、気になるニュースですね。もうさらっと流しますが、ちょっと注意喚起みたいな形になります。レッジャー社っていうね、ハードウォレットを持ってはる方ですね。こちらちょっと注意事項があるので、皆さんこのニュースはチェックしておいてください。レッジャー社からですね、ハッキングによりですね、個人情報が漏洩しましたっていうニュースが出てきてます。で、なおかつですね、その個人情報がダークウェブサイトに、転記されたと。で、しかも誰でも閲覧ができるような形になってるよというところでございまして、フィッシング詐欺とかが結構横行してるみたいです。なので、レッジャー社から、メールが来て、ID とパスワードと教えてねみたいなメールが来たりとかしたら、必ず一旦怪しんでください。うん。で、もう最悪ね、レッジャー社に問い合わせして、こんなメール来たんやけど送ったかみたいな問い合わせをするのも一つ手かなと思います。で、レッジャー社のみならず、他社にも結構ね、被害が及んでるみたいで、トレザーですね、リンクが送信されて、フィッシング詐欺みたいな、ことが起こっていると。ただ、トレザー社は、ハッキングされてないらしいんですよ。個人情報の漏洩はないって言ってるんですけど、こういったね、他社にも影響が及んでおりますので、皆さん注意しておかれるといいかなという感じですね。で、トレザー社は、復元パスワードとか ID、ウォレットパスワードとかは、そういうテキストメッセージなんかで要求することはありませんよっていうふうに言ってますので、こういったメールが来たら一旦、問い合わせをするっていうのだけちょっとね、意識しておいてもらえると、下手なね、フィッシング詐欺とかに引っかからずに済むと思いますので、こちらはぜひね、チェックしておいてください。はい。個人情報が漏洩しちゃいましたよと。まあ、今後ね、そういうことにならないようにしますっていうのは言ってますけど、それはどこでも言うから。うん。まあ、一応ね、こういったこともありますので、特にね、注意しておく必要があるのかなという感じでございます。
はい、というわけでね、本題に入っていきますが、まあかなりちょっとね、大きな値動きがあるので、まあ難しい局面ではあるというところですね。ただまあ僕の見ているチェックポイントみたいなところを皆さんにお伝えしていこうかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただけたらなというふうに思います。はい。で、まあ、一応今ですね、まあ、上限がだいたい、ま、250万ぐらいかな。250万ぐらいがかなり重たくなってきてて、ただ、そこでもね、買いがしっかり入ってくるので、今のね、下の方で行くと、僕が意識してるのは、240っていうところかな。239万8000円なんで、まあ、240万と思ってもらっていいかなと思います。で、このあたりが、まあ、結局ね、よいしょ。まあ、反転してる部分であったりとか、まあ、レジスタンスされてる部分であったりとか、あとはね、サポートされてる部分でもあったりするので、まあ、このあたりは意識されるんじゃなかろうかっていう感じですね。なので、まあ、一旦ちょっと今ね、250万またタッチして、下落してきているところなんですが、まあ、そのあたりでは買い支えが入ってくるんじゃないかなっていうところです。ただ、もう一つ僕がちょっと気にしてるのが、ここね、ちょっと、画面見てもらいたいんですけど、この青いゾーンですね。うん。ちょっとね、ラインで引くと、まあ、飛び抜けてたりもするので、このあたり言うとね、こう、几帳面の人やと、お前そのラインなんか引けてないんやけとかって言われたりするから、あえてこう、ちょっとバッファー持たせて青いゾーンにしてますが、この、ブルーゾーンですね。この上、切り上げてきてるラインっていうのは、ちょっと意識しといていいんじゃないかなっていうふうに僕は見てます。で、大体ですけど、EMA の50が今のところサポートラインみたいな形になってるので、まあ、これを背にね、ロングでトレードしていくっていうのは僕はありじゃないかなっていうふうに思ってます。で、抜けたとしてもすぐ下にもう一本ね、240万のサポートラインがあるというところなので、まあ、このあたりで、押し目をつけたら買っていくっていう戦法は僕はありじゃないかなと思います。で、まあ、一応250というところがね、結構レジスタンスラインとしては強いんですが、逆に言うとここをじゃあ抜けてくると、かなり大きな上昇を見れるんじゃないかなと思いますので、一旦まあ拾って、ロングでポジション拾っていくけど、250万ぐらいをチェックポイントにしとくと、利確するかどうかのところにしとくと。で、そこのプライスアクションを見て、利確するのか、はたまた持ち越すのかって決めていってもらえると、まあ大きな利益も取れるし、押し目でのロングで、利益も確保できるというところになりますので、まあ二度おいしいかなっていうところもあるから、このあたりはね、狙っていってもいいんじゃないかな、なんて思っておりますよ、という感じでございます。で、最終防衛ラインっていうのも僕ちょっと考えてて、どこまで来たらちょっと厳しいかなっていうところなんですけど、もう完全にね、230万のラインっていうのが、僕は最終防衛ラインになるんじゃないかなと、今のところ重要ポイントになるんじゃないかなというふうに思ってます。で、なんでかっていうと、まあ、前回の最安値ですね、この上昇を作った中の一番安値のポイントっていうのが、まあ、ヒゲでね、かなり反応もしてるんで、まあ、確実に意識はされるであろうというポイントですね。もうヒゲのタッチで、しっかりと買いが入ってきているポイントですね。下ヒゲが長く出てくるポイントが230万円になり、なってます。なので、このあたりは絶対意識しておくべきポイントになってくるかなと思いますので、まあ、ここまでもし落ちることがあれば、確実に僕は買っていきたいなと思ってます。はい。ただですね、ここ抜けた場合、かなり大きな、下落が、見て取れるかなというところになってきますので、下がもうスコーンと抜けてしまうので、そこがね、そこがなくなってしまう分、どこまで落ちるかわからないっていう感じになっちゃうので、しっかりと損切りは入れた上で、差し値をばらまいとくのもありかなっていうふうに僕は見ております。はい。で、もう一つね、なんでここを意識してるかっていうと、まあ、昨日、おとついかの動画でも、コメントでね、トムちゃんが書いてくれてましたけど、僕もちょうどその、チャンネルの上限、で買っていこうかなとか思ってたんですみたいなねコメントいただいてましたけど、まさしくですね、その今の感じで落ちてきた場合、ちょうど、チャンネルの上限の辺とその230万付近っていう、価格帯が被ってくるので、まさしく買い場としては絶好のポイントになってくるんじゃないかなという感じですね。なのでこの辺りではしっかりと買っていって高値を超えていくような、イメージを持っていってもいいんじゃないかなと思いますので、ここはぜひねチェックしておいてください。たださっきも言った通り、230万抜けたら大きな下落、見れるでしょうっていう感じですね。例えばですけど、短期線とかに被ってきたとしても、チャンネルの中央線ぐらいまで落ちてくると、そうなってきた場合216万まで下がります。今の価格帯でいくと35万幅ぐらいの下落になると。で、もしそこを抜けた場合になってくると、チャンネルの下限ですねまで落ちた場合はもう200万まで落ちてくるので、今から約50万円幅ぐらいの下落も見て取れるかもしれないというところもございますので、このあたりはしっかりと、損切りラインを入れた上で、トライするのはありかなという感じでございます。安易な気持ちで入るとやられますという局面ではございますので、そこはねぜひ注意はしておいてください。
はい。もう上に関してはもうね、さあのずっと言ってるけども、青天井なので、どこまで上がるかっていうのは正直もうその時リアルタイムの、プライスアクションを見ていかないと、あ、この辺でちょっと一旦レジスタンスされそうやなとかっていうのは、もう本当に、ただ単に妄想になっちゃうので、言えませんが、その時のね、リアルタイムで、プライスアクションを見つつ、判断していかれるのがいいのかなという感じですね。はい。なので、まあ、このあたりは、そのあたりをチェックポイントにしていただいて、トレードしていただければというふうに思っております。ほい、というわけでね、次ドル建ていこうかなと思います。もう今日はもうビットコインだけねやっていきますので、よいしょ。これはね、今5分足出てるな。よいしょ。冷やし、まずこれ冷やしですね。ドル建ての冷やしで、実態でいくとね、やっぱり今の価格帯が結構意識されてるような感じしますよね。23,860、900ぐらいかなのラインっていうのがちょっと意識されてるような形。上抜けても23,900まで戻されて実態を固めるっていうのを今のところ3連続で出てきてます。冷やしでね。で、このあたりっていうのがやっぱり意識されてくるポイントになってくるかなっていうところではあるので、一旦下落してもおかしくないかなっていうポイント。で、もし、さっき言ったみたいに短期線まで落ちてくるのであれば、やっぱりね、ずっと短期線ではサポートされてるので、よいしょ。そこは意識しておくべきかなと思いますが、MA の25ですね。がぐーっと上がってはきてるものの、ここまで落ちた場合は、やっぱりね、2万ドル付近までの下落は見ておかないといけないかなというところ。で、そのね、今回のこの大きな上昇っていうのを生む前の戻り高値ですね。が、ちょうどね、2万ドル付近。まあ、ちょっと抜けてるんですけど、19,700とかなんですが、まあ、ヒゲまで持ったら、2万ドルぐらいかな。ここですね、2万ドルのライン。ここで、ロールリバーサルが起こる可能性があるので、まあ、このあたりはまあ、もし2万ドルまで落ちてきたら、買っていってもいいのかなっていう感じですね。大きな下落がある場合ね。はい。ただ、さっきも言ったみたいに、このね、高値を切り上げてたラインっていうのを引いてみてくださいということですね。ここ。ここは逆にね、裏タッチで上がっていく可能性はあるので、まあ、2万ドルまで落ちたら絶対買うっていうのはもう間違いないんですけど、その1個手前ですね。が、2万2000とかかな。22,200 とか、そのあたりが、まあ一つのチェックポイントになってくるかなと思いますので、このあたりを、買いのポイントにしておいてもいいんじゃないかなと思いますので、このあたりもぜひね、チェックしておいてください。はい。まあこれ、冷やしレベルですね。よいしょ。で、ちょっとね、時間足を落としていきますよと。よいしょ。ほい。で、一応ね、これ4時間足やと、ちょうどね、さっき、2本前の足で、短期線タッチしてるんですね。で、大きな、長い下髭をつけての陰線だったと。ちょっとまあ、大きめの陰線ではあったんですが、まあ、値幅的にもかなり大きな値幅動いてます。24,300 から、23,100 まで。動いてるので、だいたいまあ7、8万円幅ぐらいで1本で動いてるというところですね。で、次も短期線ちょっと触れるか触れないかぐらいで、大きな陽線が出てきてるんですが、次が今のところ陰線で、今のところと、推移していますよというところですね。なので、もう正直かなり難しいところではあるんですが、一旦落ちてきてもおかしくないかなっていうところですよね。ここの価格帯はやっぱ意識されてると思うので、2万4000、3900とか、このあたりはもう意識されてやむなしかなというところなので、もう一回短期線をタッチするようなフェーズっていうのはあってもおかしくないかなと思います。トレード的には短期トレードね。短期トレードで行くと、短期線タッチして、上昇を目指すみたいな方向性も全然見て取れるかなと思いますので、今この中空状態で、トレードするのはちょっと危険からというところ、今の値幅的に言うとね。なので、まあ、この前の動画からずっと言ってるけど、何かを背に、トレードするといいんじゃないかなっていうふうに僕は常に今思ってますので、まあ、例えばですけど、この短期線を背に、4時間足の短期線を背にトレードしようと思うのであれば、一旦ね、23,300 ぐらいまで落ちてくるのを待ちましょうよというところですね。で、そこまで落ちてきてくれたら、初めて、ロングでポジション取るんですが、もうこの短期線を抜けたらすぐ損切りっていう形になりますので、まあそのあたりはね、例えばですけど23,200とか、まあ100ドルはちょっと、リスクになりますが、100ドルのリスクは取って、その上のね、24,000、最高値が、300とか、このあたりを抜いていく、のを狙っていくっていうのも全然ありかなというところですね。はい。まあ、これでいくと、リワード的には全然問題ないので、下を100ドル。で、上は、500ドル以上、取れてくるような形になるので、このあたりでいくと、リワード的には問題ないのかなという感じですね。ただ、こうやってね、高値で掴んでしまうと、どうしてもこう、損切り幅をどん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 切り下げていかないといけなくなってしまって、自利品になってしまうので、あんまりおすすめはしないかなっていうところ。
はい、でどうしても短期でトレードしたい、スキャルピングしたいんやっていう方は、もう本当にもっともっとこう時間足を例えば5分足とかにの、縮めてもらって、その中で、トレードするタイミングを測っていくという感じになりますね。例えばこれ今5分足で見てますけど、まあ、これほんまに今例えばよ、もう今チラッと見た、直感で言いますけど、今短期線が真上に、かかってきてますよと。でこの短期線を背に今度はショートでポジションを取っていくっていうのも一つの、トレードのポイントになりますよね。うん、けどこの背がないと結局、どこまで、損切りを設定すればいいのかっていうのが分からない、あやふやな状態でトレードインするポジションを取ることになるので、結果的に、資金を溶かしてしまったりということになります。はい、なので例えばですけど、今やったらここで、ポジション入ります。今が 23,850 でポジション入るけど、この短期線を抜けたら、撤退しようというふうになります。そうすると、23,900 で撤退という形になるので、だいたい50ドル幅の、損切りで済むと。そして、もし大きく下落してきた場合はその分の利益を取っていけば、リワード的にも問題ないやと。50ドル以上なんで、まあ、例えば100ドルでも全然、100ドルでちょっと、リワード悪いかな、150ドル幅ぐらい取っていければ全然問題ないので、まあ、そのあたりでリワードを設定して、ポジションを取っていくというのが一番ね、今のところはいいのかなという感じですね。はい、なので、僕の中では初心者の方は特にね、あ、今上がりそうやから上、今下がりそうやから下みたいなね、あやふやなところで入ってしまうから損切りをためらってしまうというか形になってしまうので、まずはですね、何かのラインを 目印というか目安にして、ポジションを取っていくっていうのは覚えていただけたらと思います。そうすると損切りラインを明確にできるので、なんていうんですかね、精神的な、あ、もうちょっと待とうかなとか、もうちょっと持とうかなっていうね、そういう、揺さぶりっていうのはなくなるので、明確に例えばですけど、ここやったら、ライン終わったら切るから、23,900 で損切りだっていうね、決めれます。そうするとそこでね、揺らぐことはないので、そしたら、損切り幅は最小限に、けど利益はしっかりと取っていけるっていうトレードをすることができるようになってきますので、ぜひねこのあたりは参考にしていただけたらというふうに思います。はい、まあ、今のところかなりね、ちょっと大きな値幅が出てくるので、レバレッジはちょっと低めに設定しておく方がいいかなと思うんですけど、どうしてもね、こう、トレードバトルとかっていうね、バイアスがかかってくると、レバレッジを高くしないと上位まで食い込めないみたいなこともあったりするので、まあ、その場合も含めて、必ずね、損切り幅っていうのを決めるためにも、ラインを引く。水平線でもいい、トレンドラインでもいい、EMA でも MA でも、いいので、まずは自分の、目標とするポイントっていうのを決めてもらって、それを背に、トレードしていくっていうのをしっかりとね、意識してもらえると、皆さんのね、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、というわけでね、今日は以上で終わっておきたいと思います。はい、冒頭にも言いましたが、12月の23日はライブ配信しますが、アンケートの結果ですね、多数決の結果、22時から開催という形になりますので、12月の23日は22時、お時間空けといてもらって、皆さん遊びに来てください。冒頭にも言いましたが、楽しく会話するライブ配信となってますので、真面目な、トレードだけの、動画を見たい方はぜひね、僕のおすすめしている、トレーダーカントさんのね、ライブ配信に遊びに行ってもらえると、トレードの勉強ができるかなと。はい、僕はファンとの触れ合いのためにライブ配信をしておりますので、ぜひね、そちらご理解ご了承の上、皆さんで、ね、遊びに来ていただけたらなと思います。はい、というわけでね、今日は以上で終わっておきたいと思います。また明日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。